ご来場で御礼申し上げます。台風19号は、雨台風でございましたですね。とんでもない規模でもっていまだにその被害の全貌がつかめないなんという、亡くなった方もどんどん増えて67人になったそうですね。で行方不明者が19人もまだいらっしゃるということで、これだけの被害を及ぼしているのに、自民党の二階幹事長は、ほどほどに収まったと言ったんですね。随分と思い切ったことを言うもんでございまして、それを撤回しなかったという、なんかさっきは言い訳したらしいですね。被災者の方に誤解を与えたとすればというおなじみの政治家の言い訳でございますね。誤解なんかしてないんでございますね。そのまんま受け取ってるんでございますけれども、そう言って逃げてるということで、そういうことを言ってドヤ顔をしているという、どこが悪いんだみたいなことでね、で撤回しないっていう言い張ってたんですね。気分がいいでしょうね。2度もそうやって嘘吹いていたんでございますね。気持ちがいいんだそうです。2回感じちゃうというんだそうです、ね。くだらないシャレでございますけれども、そういうようなわけでございまして、まだスーパーなんかでも品薄でございますね。でこれからまた野菜とかいろいろと影響が出てくるんでございましょうけれども。ただその長野それから東北にかけてはこれからもどのくらいの日数が経ったら回復するのかというようなダメージでございまして、明日は我が身ということで、警戒をしたいと思うんでございますけれども、こればっかりはね、どうにもなりませんからね。地震はいきなりやってきますけれども、こういうのは来るぞ来るぞと思っていて本当に来てしまうというんですから、防ぎようがなくてもう脱出するしかないというようなことで、でも脱出してる間に屋根持ってかれちゃったら何にもならないわけで、いながらにして持ってかれるよりはいいのかもしれませんですけれども、ですからその直撃した12日はまず余生4件がやめますということを宣言して、これ初めてですね。こういうことは震災直後でもやってる寄席はやってましたからね。お客さんがいらっしゃるんですって、やっぱりうちにいて不安だからここに避難させてくれなんてんでね、避難所代わりに寄席を使うなんていう方がいたりして、であらかたのくぶくりんの落語会も中止になりまして、三四郎改めワンダの父親の公演もあえなく撃沈と、こういうことで、やらない判断を早くにしたのはとってもいいと思うんですね。日延べということでまた新規巻き直しということで、ただその同じメンバーがゲストが集まるかどうかっていう問題があるんですね。売れっ子が多いですから、ですからこのスケジュールの調整がまず大変でね。であったところでそのホールの方を抑えて、プログラムとか、そしてまたチラシなんかもすり直しというようなことですから、大変は大変なんでございますけれども、無理やりやって客が来なかったっていうよりははいいと思うんでございますけれども、いろいろ大変で、でも昨日の名古屋公演というのは無事に開催することができまして、大須演芸場という大須観